私でも世を滑るような英雄になれるでしょうか。新三国無双セブンエンパイアーズのプレイをしていきます。シナリオは英雄集結でやっていこうと思います。この設定でやっていきます。今回は泰山北斗編ということで、生き様の泰山北斗を取ることを目標にしていきたいと思います。泰山北斗の生き様を取るには知略系の称号がたくさん必要になってくるので、この辺の称号を取れるようにプレイしていこうと思います。奇策獣王と眼光支配は配下じゃないと取れない称号なので、まずは配下になっていこうと思います。この前も取った三奪者の称号も必要になってくるので、配下での称号を集めた後に謀反を起こして三奪者の称号を取って君主になっていこうと思います。前回の動画で使った夢がここにいるので、今回夢と義兄弟になりたいなと思っているので搬入していこうかな。搬入できない、またお金がなくて仕官できないね。仕官するためのお金が足りないので戦闘で稼いでいこうと思います。夢の依頼があるのでここに行ってきます。どなたかお助けを。仲間を救援するので行きますよ。味方がまずそうだな、援護するぜ。剣を持って敵を退けよう。この御仁、力を貸していただきたい。言い方がまずそうだな。ここを通りたいのかな。それなら力ずくでどうぞ。もっと上げようか。少しお金が貯まったので勢力に仕官します。あ、利点だ。利点のところに仕官します。お、よく来てくれたな。あんたとは仲良くやれそうな気がするぜ。すごい、めちゃくちゃ豪華なメンバーだ。方針で行くぜ。ジュンイクとかいるじゃん。だ、軍議で意見が採用されるようにならないといけないので、大使とか
軍師大将軍を目指していかないといけないですね。同盟行ってこようかな。あ、同盟すごい成功しそう。これ、この取引がうまくいかないと私どうかお願いします。わかった。あ、分かってくれた、よかった。同盟成功しました。依頼戦ちょっと大変だな。依頼戦を実行したいけどな。虎退治簡単なので虎退治にしようかな。ひょこたん、進行戦どうかな、いけるかな、ちょっと頑張ってみようかなと思います。ちと嫌な感じはするが、やらねえわけにはいかないな。レベルが低くてちょっと弱いですね。一撃でこんなの、わ、やば、あ、負けちゃった。私と戦いたいの。なら仕方ないわ。さっきをしくじって戦うのはお前だ。邪魔しないで。いざ魔法器が開いたんだ。負けちゃった。襲撃成功になったけど、どういうこと。邪魔しないで。